第一次世界大戦中、フランスのアルトワに作られた無人地帯。左上がイギリス軍、右がドイツ軍の残酷である。無人地帯とは、どの勢力からも占有されていない土地のこと。中間地帯ともいう。係争中の領域や、形状などの迷惑施設の所在地、雑用品の保管所などを指したが、第一次世界大戦後は、敵味方両軍が退治して、 放着状態にある残酷の間を言うようになった。オックスフォード英語辞典によると、語源は1320年にまで遡ることができる。当時は形相中の領地や、法の不一致がある土地を、ナニスミニスロンドと呼んだ。後には、ロンドン北方の形状一帯を指した。海運業界では綱、テークル、ブロックなどの雑多な道具類を収める部屋にこの子が、利用された。 フランスのフランドル地方の無人地帯イギリスが連合国側として参戦。フランスに上陸した1914年にはまだこの用語は普及しておらず、単純に残豪と残豪の間を指すだけの言葉だった。軍事的文脈では陸軍将校で軍事視野のアーネストスウィントンがポイント・オブ・ビューの中で初めて用いた。西部戦線の従軍記者だった彼は同書の海への競争で、 無人地帯について述べている。同年末のクリスマス休戦以降、無人地帯の言葉は、浸透をはじめ、公式なコミュニケや、新聞のルポ、英海外派遣軍内部の通信文に見られるようになった。無人地帯の幅は短いもので10メートル、長いもので数百メートルあった。ここに足を踏み入れることは、両軍の兵士にとって地獄に行くも同然であった。 敵陣に据え付けられた機関銃や迫撃砲、各種大砲、狙撃兵チームは無人地帯内のあらゆる地点を射撃できるよう効果的に配置され、保証は常に厳重な警戒を怠らなかった。域内では戦闘前とは一変した地形、有刺鉄線や砲弾の破口、各種兵器、装備の残骸や戦死者の遺体などでまっすぐ進むこともままならず、 しかも地面には不発弾や地雷がこれでもかというほど埋まっていた。敵陣への突撃、味方陣地への退却、遺体や負傷者の収容にあたって、兵士たちはあらゆる方向からのあらゆる攻撃手段を耐え抜き、高い犠牲を払いながら無人地帯を行き来したのである。第一次大戦に英軍将校として従軍し戦死した詩人のウィリフレッド・オーエンは、下記の二通の手紙を残している。 消火器の通用しない戦車が登場する対戦末期まで無人地帯を通過するのは至難の豪であった。冷戦中は鉄のカーテン一帯が無人地帯になった。幅数百メートルに及ぶこの領域は公式には東側陣営に属したが域内には監視塔や地雷、原、不発弾、残骸が散乱した。グアンタナモ米軍基地はサボテンのカーテンという無人地帯で、 キューバ本土と隔てられている。1961年、キューバは軍を動員して、基地北東のフェンス沿いにオプンティア種のサボテンを植え、人民の亡命を阻止しようとした。これは、ヨーロッパの鉄のカーテンや、東アジアの竹のカーテンになぞらえ、サボテンのカーテンとあだなされた。さらに、米軍とキューバ軍は、無人地帯に5万5000個の地雷を敷設し、世界、 第二の地雷腹を生み出した。ビル・クリントン大統領は1996年に地雷の除去を命じたが、その代わり遠隔監視機能や、音センサー付きの高性能地雷が新たに埋められた。一方、キューバ政府は国境側の地雷除去に応じていない。また、イスラエルとパレスチナの公的な境界線、通称グリーンライン沿線のうち、軽装中の領域の一部は、 無人地帯とみなされている。ありがとうございます。